今とわし、今大皿なんてこと、どうも、サジンです。今日もサジンチャンネルたくさん作ってさ、俺ね、ちょっとね、とんでもねえクレーマーを見つけたんだけどさ、いやね、知り合いから日本一辛いカレーっていうレトルトカレーをもらって、それを食べてて、まあ美味しかったんだけどね、まあ美味しい美味しい食べた後にね、いや、せっかくならね、アマゾンレビューでね、みんなの意見を聞きたいなと思ってさ、みんなどんな感想を持ってんだろうなと思って、レビュー見てみたわけよ。そしたらなんとね、レビュー、せっかくなら星1を見たんだけどね、そしたらね、その星1の中のいくつかの意見がね、なんかね、辛すぎるっていうコメントで、レビュー1つけたんだよね。いやいやいや、日本一辛いカレーって書いてあるやん、お前。字読めないんか、お前は。日本一辛いカレー書いてあるやん。お前、もしさ、日本一うまいカレーでだったらさ、お前、うますぎるって言って、レビュー1つけんのか、おかしいだろうが。ということで、ね、おかしいよな。ということで、今日も草人チャンネルつくぞ、草人チャンネル。はい、しゃがじゃんパターンの、やっつややっつやぶくっさ、いや、でもいける、大丈夫だ、ちょ、俺を信じろ、俺が信じる、はい、俺を信じた結果がこれよ。みんな、なんてうまいんだ、この人。俺を信じた結果、これよ。いい感じだね。おい、ちょっと待って、おい、今、俺を信じた結果、これかい。草人チャンネル。クリボー一体倒してゴロゴロ、クリボーちゃん倒さず余裕すぎでしょ。ポンで進んでポン作戦でいこう。俺最近これハマってる。クリボーちゃんをポンで進んでロン作戦でいくぞ、みんな。あー、なんじゃ、ちょ、びっくりした。びっくりした。これトロールコース、絶対渡さんからな、お前。先にここでちょっとね、あいつがルイージさんが来るの待ってましょうね。ちょっとマリオの動きがちょっとうざめだ。おいてろ、あっしゃ、来た、はい、ありがとう。おいてろ、バカだね。待て、草人チャンネル。あのヨッシーちゃん取るべきな気がするよ、ないな。あのヨッシーちゃん取って、ペロンパ殺人事件で行くぞ、みんな。あー、違う、ペロン。あ、ケーキ、ちょっと待てよ。ペロンパ、やばっ、ペロンパ殺人事件成功。お前もや、ペロンパ、やばっ、ペロンパ殺人事件楽しいね。あとはルイージちゃんだけだぞ、みんな。ルイージが来た。あ、やべやべやべ。あ、今、いや、量産型ヨッシーだから俺こいつでいい。あいつに愛情ねえわ、別に。やべえ、ちょっとルイージまでペロンパ持ってんじゃん。あ、危ねえ、ちょっと待って、待って、危ねえ。あ、怖い。ちょ、まだいける、まだいける。俺が生身なんだよな。あいつキノコ状態でしょ。やべ。ペロンパちゃん殺人事件ですぐに殺せねえな。いけ。いやー、ちょ、とりあえず、あ、いけっちゅー。お前に、渡すかよ。お前にペロンパちゃん渡すかよ。ペロンパ、やーし。あと一回。あと一、くそー。いいか、とりあえず俺が先。あい、バカだるー。草人チャンネル。おい、持つな。木の引っ越、持つ。オッケーオッケー。シャカちゃん、決まったぜ。一人ぶっ殺。そして一人ぶっ殺。はい、ありがとうございまーす。オッケー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 。もう早速一クリしましたの、草人さん。かっこよすぎませんか、草人ちゃん。オッケーオッケー、あっぶね。あっぶね。ちょっと、のこたがりがいっぺんいてるせえな。オッケー、あぶね。余裕じゃね、だいぶ差つけて、ラクミンがうぜえ。ラクミンがさ、だいぶ差つけて勝ってるぞ。オッケーオッケーオッケー。そしてここで、ゆっくりとちゃんとフラワー取ってくあたりが、これがね、プロなのよ。ミンバトのプロはちゃんとね、急がずにああいうところでフラワー取る。オッケーオッケーオッケー。あいつは生身だね。フラワーちゃんに。なわけないよ。よし、いてほしいな、どっかに。よし、殺すのライセンス。あー、くそ、お前絶対ぶっ、殺しのライセンス。いけ、なあ、もう下手くそか、俺殺しのライセンス使うの。あーね、ちょっと俺の殺しのライセンスさばきがあんまり上手じゃねえ。絶対どっかで仕留めてやからな、お前。みんな、どこかで、ルイちゃん仕留めるぞ。いけ。よし。あ、べ、中間決中。よし、ダメだ、だいぶ差つけてる。怖い。草人チャンネル。クリボー96体マジで言ってんですか。96体も倒すと待ってられんよ。かなり長くなりそうね。スターとかがない限りかなりの長期戦になりそうだよ。うわ、ヨッシー、裏ヨッシーか、裏ヨッシー、フラワーヨッシー作戦か。マジか、あれで一気に行かれるとまずいな。なんかこの先にスターちゃんあってほしい。なあ、ちょっと待って、そういう感じで来ます。お前ちょっとやってください。起こせよ、よこせ。くそ、うまいじゃねえか、お前。こっち来い。あ、もう、よこせ。あ、まあ、いや、キノピコがなんかいろいろやってくれた。ありがとう。
けけけけけ、そっちからやるのがせこいってお前。危ねえな、マジ。よく死ななかった俺。けけけけけけけ、ああもうもういいや、とりあえずこっちに話すと、ちょっと条件間違いやゴミキッズすら、あそこでやり合ってる意味がね、ここで待って、最後来たところでポンで条件通って、もうすぐゴール、それで決まりやろ。な、はい来い。来たね。はい、ありがとう。はい、センキュー。草人チャンネル。おー、臭い箱、おい、ルイージ、お前、臭い箱みたいかと思ったら、お前さ、クソがやゴミキッズだったの、今な。俺のこと投げ捨てた、お前、一生忘れねえからな、お前。でもあれは別に、うわ、外役プレイではねえな。ごめんよ。ルイージバカにしてごめんな。でもね、でも許さんよ、俺は。俺のね、心をもてあそんだ罪は重いぞ。いけいけいけ。さえ運びたいかと思って、俺ね、お前にね、心許してたのよ。それなんだよ、あんな簡単に投げ捨てられたら俺の心はね、だいぶ傷ついたよ。もうこれ、この罪は重いぞ。いけいけいけ。だいぶ先行かれてんな、まずいな、お前。あー、ちょっと一人ぶっ殺。ぶっ殺、俺は殺してねえわ。いや、じゃあじゃあ、キノコたちはもう滅んでったから、あと、リュウミントちゃんね、リュウミントちゃん。絶対勝つ。お前、お前、マジで俺の裏は取る。お前、ちょっといい加減にしろ、リュウミント。リュウミン、ほんとにさ、ユーミン見て。リュウミン、お前、マジでさ、ほんと、許さないよ、草人。ほんとに、そういうことある。なるほど。なるほど、そういう感じか。多分ね、鍵が来るな。こっちがさ、おそらく鍵だよね。ほら、そういう感じだよな。はい、はい、はい。鍵間違い役ゴミギッズ。来たよ。ルイジが来た瞬間に、ここで取っちゃおうかな。来い。はい、来い。ルイジ。はい、ありがとう。けよーし。そうなの。こういうものは自分に取りに行くんじゃないの。奪い取るの。学ぼうぜ。草人チャンネル。うわー、なんか、きちくそうな面だな。うわー、なんか、いろいろ難しそう。ギャップね。あ、ごめん、マリオ。申し訳ねえ。あ、で、こう言って。はい、ありがとう。上手です。草人上手です。オッケーオッケー。こいつに乗っていけってことね。よしよし。あー、意味がわかんねえ。なんだった今の、マジで。あー、ここ、案外怖えな。よいしょ。いけ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 。よいしょ。いや、え？なんで？やばい！鍵、ねえ、ちょっと待って、鍵取られた音したよ。やばい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 、だいぶ行かれてる。ちょっと待って、俺だけここでなんでこんな苦戦してんの。さっき一発でポンっていけたやん。何をしてんだ俺は。あー、よし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 、待って、なんかね、みんながね、ゴール待ちしてくれてるっぽい。オッケーオッケーオッケー。マリオからこっちに来てくださいっていうね、コメントが来たからね、ありがとう。みんな優しい。なんなんこれマジで、意味が分からん。こっちな。オッケー、優しさに感謝。おい、マリオ愛してるぜ。マリオ愛してるぜ、本当に。いけいけいけ。なんだ、これ持ってっけばいいのか。お前マジでね。わあ、ふざけ。ひどすぎんだろそれは。